脅迫観念ねばならぬという毒。どこかに癌が,があるはずなんです。どこが癌なんですかいや、どこかにあるはずなんです。これまで、いくつかの病院で検査を受けたが、どこにも異常がないと診断されたと、その男性は言う。半年後、やっぱり癌でした。見つかって安心しました。と、わざわざ報告に来られた。 本人にとっては悶々とする悩みであったろうことは十分に理解できますしかし癌があるに違いないというその脅迫観念が癌を作ったのかもと考えてしまいますお目付役ザルの実験というのがあります2匹の猿を向かい合わせに実験用椅子に座らせます1匹目の猿には時折電気ショックが流れます 他方の猿は、目の前のレバーを上手に使えば、もう一匹の猿を電気ショックから救ってやることができます。その電気ショックは、不快を感じる程度に調節してあり、痛みや苦痛を感じるほどではない。いずれにしても、レバーを操作できる方の猿は、電気ショックを感じることはありません。この実験は、猿に不安感を与えるために考案されました。 そして結果はバッチリ。片方の猿のの猿に海洋がでできたのです。しかし海洋ができたのは予想に反して電気ショックを受ける方の猿ではなくレバーを持たされた猿でしたこの猿は目の前の猿を電気ショックから救うという望まざる責任を押し付けられたために海洋を作ったのでした セカンド・ブレインマイケル D ガーションチョより引用。もう一つ、フィンランド症という耳慣れない症候群があります。フィンランド保健局が行った健康に関する大規模追跡調査の結果から命名されました。調査の方法は次のよう。40歳から45歳の上級管理職約600人を選び出す。彼らには定期 栄養学的チェック、運動、タバコ、アルコール、砂糖、塩の摂取の抑制に従うことを承諾させる。そして、これを15年間実施しました。一方、比較対象するために、同じ上級管理職に職する600人のグループを選び出します。こちらのグループには目的を説明しないで、ただ、 定期的に健康調査表に記入することだけを依頼しましたこうして実験はスタートしたのでしたそして15年後結果は予想とは大きく違いこれまでの医学の常識を全く覆すものでした心臓血管系の病気高血圧がん各種の死亡自殺のいずれの数も健康管理されていない対象群の方が成績が良かった 一体、ここれはどういうういとでしょうか考えられる原因の一つとして常に干渉される生活が続くということが一種のストレスになったのではないかと分析されましたここで日本の場合を考えてみましょう日本は縄文後期稲作が始まって以来農業を中心とした社会を形成してきました農業は自然を相手に 生活は自然のリズムに合わせるのが基本です。1年は365日、1日はその365分の1というスケール配分を守る以外にないのです。自然の時間以上に慌てようがありません。ところが近代、時間は節約するもの、時間効率を上げるものが賢者で美徳とされる世の中です。100のことを 100の時間単位でなく10の単位それ以下に縮めてこそ進化発展があると考える日本人はいつからこんなにせっかちになったのでしょう東洋文化と日本ペリカン社館の中に出ている有名な話南の島の原住民と日本の猛烈サラリーマンとの会話ヤシの木陰で寝転んでいる現地の人が脇目も振らずに 熱心に働く一人の日本人に質問する。何をやっているんだ働いている。働いてどうするんだお金を儲ける。お金を儲けてどうするんだ日本で会社を大いに発展させる。それでどうなるんだそのように問われることを予想しない日本人は次第に返事がしどろもどろになってしまう。日本が豊かになれば。 我々も金持ちになる。金持ちなってどうするんだまあ別荘でも建ててるさ別荘を建ててどうするんだ仕事のない土曜日の午後なんかにゆっくり木の下で昼寝でもするのさなんだそんなことなら俺はもうやってるよなんだか落語みたいな話ですがとかく日本人は物事を美びかして考えたがる傾向が強いように思います。 ゆっくり木陰で昼寝するために働いているはずもないのに主張するときは着飾って見せようとします先ほどの時間を節約する理由が昼寝のためと置き換えられたらそれこそシャレになりませんいずれにしても現代社会のニーズはどこか虚像的な部分があり多くの人が生きるために羅針盤を見ないで方法のための そのまた方法を探しをしているように思えてなりません。ねばならぬ思考は誰のためかを原点に立ち返り考え直すということも大切ではないでしょうか。自分の体は死ぬまで一生涯お付き合いしないといけません。心身の健康を考えたときねばならぬ思考が障害とならないようにしたいものです。この章のまとめ1 あらゆるものに毒が潜むまた人間は毒を魅力的に感じる1生物由来の毒はおおむね強力1生態系の腸に立つ人間は最も毒の危険にさらされている1欲望が強いと毒が増える1体は不十分な運動と不適切な食によって害される1 孤独はエマイを増大する。1脅迫概念は毒を招く。本当にそうでなければならないのか自分自身を強要していないかチェックする。